スイス国鉄 TM4 型ディーゼル機関車は、スイス連邦鉄道の入れ替え用ディーゼル機関車である。1970年から1978年にかけて89両が製造された。4は、性能クラス4の意味である。製造中の1974年に、車番命名規則が変更されたため、 551から581号機は8751から8781号機、861から868号機は9651から9658号機に、改版された。スイス連邦鉄道には8751の8796号機と9651から9684号機の、計80両が納入されたほか、 同景気7両が他の鉄道会社での入れ替えや産業用に製造された。スイスロコモティブマシンワークスは自社仕様のために1両とズルツアーのために1両を製造したが、これらは1988年と1994年にそれぞれ9685号機及び8797号機としてスイス連邦鉄道に編入され89両中82両が スイス連邦鉄道の所有となった。当初、八千七百五十一から八千七百九十七号機は駅での入れ替えに充当され、九千六百五十一から九千六百八十五号機は建設現場や工場で運用されていた。二千十二年の初めに四十五両がビール車両工場で SBB カーゴ向きに改造され、t m 二百三十二型に編入された。 4両は SBB の旅客部門で近代化の上運用されており15両は SBB インフラストラクチャで TM232301 から315として工事用、軌道保守用に使われている8783号機、8792号機、9656号機の3両は売却された。電格間。 非電化区間を問わず運用できる入れ替え用、保線用ディーゼル機関車として導入された。SBB の大型車両で、初めて液体式動力伝達機構を採用した車両でもあり、故障しやすい機械式の交代ギアを配している。液体式の動力伝達効率の低さを補うため、停止時のみ、シフト可能な機械式変速機を搭載している。最高速度は、 時速3 0トルまたは時速6 0トルである。1971年と1973年にフォンロール社のゲルラフィンゲン工場用に各一両が導入された。しかし、工場内の重量物輸送には力不足であることが分かり、1977年にボーデンゼー特権ブルク鉄道に売却された。ボーデンゼー特権ブルク鉄道では、 t m 4ナンバー6 7に改版された。ジュラ鉄道は1971年に新車を購入し、t m 4ナンバー1 8 1と命名した。ズールゼートリンゲン鉄道は1976年に新車を購入し、円に2ー2として運用していた。2010年まで SBB カーゴに SB8701 としてリースしていたが、 2012年にビドマーレールサービスに売却された。この他、セメント会社シメントビジェのルシュネットペリー工場で2両と、ビルスフェルデンのケルトナーラインダガー社で1両が運用されていた。動力はエンジン出力軸からカルダンジョイントを介して、車体中央に設けられたフォイト製液体変速機に伝達される。この液体変速機は2つのタービンランナーを互いに、 向かい合わせた構造を取ることで交代ギアを不要にしている。作動油はこういうである。液体変速機の後段に機械式変速機が置かれており、入れ替え用低速段と移動用高速段を切り替えることができるが、シンクロメッシュ非搭載のため操作するためには一旦停止しなければならない。また、シフトレバーを持ち上げてロックするニュートラル段が設けられている。変速機の出力軸は、 カルダンジョイントを介して、トルク伝達のため車体大枠に固定された、集団ギアハウジングに接続されている。集団ギアは、ベベルギアで、減速比は1、3.357に設定されている。同軸は、短式支持軸、箱盛り式の短軸駆動で、軸バネは、リーフスプリングである。エンジンは、高速型の直列8気筒ディーゼルで、初期車は、慢性。 r 8ボルト1 6 18を搭載していたが、後に、無つ製となった。最後に作られた2両は、スペインのエンジンメーカーであるバサンで、ライセンス生産されたエンジンを搭載していた。TM4 に、列車防護装置の追設と、機関更新を行った、近代化車両が TM232 である。機関は、インタークーラーと d p f を備えたキャタピラー製。 C13 アサート直列6気筒ディーゼルエンジンに換装された。ただし、液体変速機の交換を避けるため、エンジン出力は換装前と同じ2 8 0ットに据え置かれた。電装系の駆動電圧は3 6トから2 4トに変更され、新しい列車制御装置と列車防護装置が追設されたほか、全車に無線リモコンが搭載された。 近代化改造は、SBB 旅客部門のビール工場で行われている。キャスパー・フォーゲル、大、シュワイゼリッシュ・レコモチーフ、ウント・マシーン・ナン・ファブリックス1871-1997、ミニレックス、ルゼルン2003、3から90万7014から17から0、エアフォール・クライカー・ウンバウ・デール・ステン・ TM4、イン、カーゴ・マガジン、ヨ4 令休2010年5月と6月に2回に分けて施行。ありがとうございます。